1925年ドイツ大統領選挙は、ドイツ国で1925年に行われた大統領を選出する選挙である。1925年2月25日に休止したフリードリヒ・エーベルト大統領の公認を選出するための選挙。最初の投票は1925年3月29日に行われ、どの候補も過半数の得票を得られなかったので、 中央党のビルヘルム・マルクス、無所属保守派のパウル・フォン・ヒンデンブルク、ドイツ共産党のエルンスト・テールマンの間での決選投票が同年4月26日に行われた。この結果、パウル・フォン・ヒンデンブルクが相対的多数の票を得て当選した。第1回の投票では当選には過半数が必要であるが、第2回では最多得票者が当選できる。 1> 第1回の候補者でなくとも第2回の投票に候補者として立候補できる。第1回投票で当選するには絶対的多数つまり過半数での得票が必要であったが、どの候補も過半数獲得はできなかった。第1回の投票の結果を受けて、社会民主党、中央党、民主党の3党は統一候補を立てることで合意し、得票数が多いブラウンより、 元首相で知名度の高いマルクスの方が有利と判断し、マルクスを統一候補に決定した。一方国家人民党などの右派勢力は、バイマル連合が団結するのを恐れて、より選挙に有利な候補を求めて、すでに引退していた元参謀総長で国民的英雄のヒンデンブルクに出馬要請を行った。ヒンデンブルクは当初、オランダにいた、 元ドイツ皇帝ビルヘルム2世に遠慮して出馬を拒んだが、ビルヘルム2世からの許可が降りると、第2回大統領選挙に出馬の意思を固めた。バイエルン人民党は同じカトリックの中央党と友党関係にあり、カトリックのマルクスを支援すると思われていたが、党内の保守層に押されて、プロテスタントのヒンデンブルクの支持に回った。ナチ党などの国粋主義の諸勢力は、 1> 第1回投票ではルーデンドルフを支持したが、ヒンデンブルクの支持に倶り替えした。共産党はバイマル連合との協力はせず、テールマンが再び出馬した。ありがとうございます。